ラギソ駅です。本日はですね、環状切符マリンリノシリーズとしては最後の動画となります。まだね、こちらは松本駅で買った駅弁食べていきたいと思います。お値段は800円です。駅弁としてはね、手軽に手に入れることができる商品となっております。それにしてもね、木の箱というのがね、まだまだ感情が出ていいものです。ほんでですね、食べた感想としましてはね、肉とか普通にうまいんですけど、わさびが入っていたみたいで、それはね、もろに食ってしまったんですよね。もう今としてね、笑い事で済ませているんですけど、これ食っている時ね、マジでやばかったんですよ。口の中マジ辛かった。この時ね、マジで思いました。この駅弁もう二度と食わんってね。わさび入ってないさね、わさび入ってますって買いとけばいいのにって思いましたよ、本当に。ということで、この駅弁にはわさびが入っているんで、わさびが食える人だけ買ってください。私はね、もう二度と食べません。ついさっきまでね、明るかったのにね、もうこんなに暗くなっちゃいましたよ。しばらく待合室でブラブラしていたんですけど、なんかいつの間にか普通中津が雪が来てたんですよ。なんか全然いる気配なかったんですけどね。いや不思議だな。これすごいですよ。普通だからワンマンではないということは車掌さんがいる気配はないけど、どうなんや。とりあえず今帰りましょう。東日本所属の車両ということで、路線図も JR 東日本のタイプでした。こちらの各駅停車中津川駅は特急しなの発車後の3分後に発車いたします。ただこの時は特急しなのどうやら遅れていたみたいで、本来17時59分発が18時03分4分遅れての発車となりました。中津川に到着です。一回改札を抜けて名古屋駅普通列車乗りたいと思います。特にねこれといった用はないんですけども、こうやって駅舎を見せましょうか。多治見から中津川は列車が30分に1本とちょっと少ないんで、乗り遅れには注意です。3139鉄管クルーシートに乗りましょうか。こちらのね国鉄型210系をね引退してしまうね、ちょっと名残惜しいですよね。もう315系か。オールロングシートっていうのはね、ちょっと残念ですが、バリアフリー対策がきっちりされているとのこと。18時35分列車中津川を出発です。この列車は終点名古屋まで各駅に停まります。次は箕面坂本に停まります。が、次の映像は水波です。水波到着です。いや、まあここまで来るとね、もう名古屋近郊ですよ。名古屋が近いということは箕面も近いというわけでね。もうその次は土岐市、そして多治見なんですよね。いや、まだ帰りたくないな。ではね、ここで恒例駅舎見ていきましょう。さあ、ちょっとどんな風なんでしょうか。スクールアイーって。水波駅、こんな風なんですね。ベルマ、気をつけがあるだけでも本当に便利ですよ。まあ、ここは特急スナーの通過しますが、名古屋から水波駅、水波から名古屋駅のやつね。まあ、それがあるだけでも本当にいいですよね。列車やってきました。こちら、快速です。快速名古屋行きです。でもね、多治見まで各駅に止まるんですよね。19時30分です。時市駅19時36分の発車ということで、特急列車シナノの通過待ちを行うということでした。なのでね、まあ、この間にね駅舎見学しようというわけですね。さあさあ、どんな風なんでしょうか。スクールアイ、これ水波でも見たよ。これ本当に有名なのしてるけど。うわ、真面目に勉強してますよ。すごいっすね。時市駅、あ、これか。いや、小さいですね。いや、それにしても立派なロータリーですね。もう車社会っていうのが、まあ、いかにわかりますよ。多治見に到着です。まあ、普通列車の箕面岳駅、正規化、あとまあ11分ぐらいあるんですよね。いや、さあね、もう機動車だよ、機動車。もう箕面に帰ってしまうんですよ。寂しいですね。あの、もう、初列車まで遊びまくりたかったなというのは正直な感想ですが、まあ、仕方がないっすよね。ワンマン、普通、多治見じゃないっすか。しっかりとワンマンだよ、田舎になってしまったよ。ちょっと残念ですね。富山のやつあったんやね。これ、すごいっすよ。あ、鵜沼行きなんてあるんだな。幕回し稽古を楽しみました。列車多治見を出発です。20時3分20時を回りました。こっからが本番なんですけどね。いや、もっと遅くまで遊びたかったなっていうのが正直です。
蟹駅を出発で名鉄電車いませんでした。なんでや。そして列車は美濃太田に到着です。いやまあね、ほんと楽しかったですね。美濃太田から美濃太田新幹線静岡美濃部線経由。さて2回目環状切符の様子ここまでとなります。ご視聴ありがとうございました。よかったら高評価チャンネル登録してあげて嬉しいです。ありがとうございました。前の動画の再生リストは概要欄に貼ってあります。ぜひ見てみてください。ありがとうございました。